先生、おやつは何円まで OK ですか？印刷の先生に好きなだけ買ってもらいなさい。そんな軽い遠征なの？私、結構危ない遠征だって聞いてたんだけど。危なくなるかもしれないし、危なくないかもしれない。そもそも放火台で仕掛けてくるおバカがいるかどうかって話だよね。俺なら絶対に仕掛けないな。返り討ちにされそうだし。いやでも一般人がいるなら人質とかあるかもよ。大ごとにしたらそれこそ地球防衛軍集結だぜ。俺が悪役ならそんな最悪の状況だけは作りたくないわ。父さん、僕も面倒ごとはしたくないわ。というよりよくもまあ、昨日の今日で三重県まで行く気になれるわ。行動力がすごいよね。俺なんて暇さえあればずっと部屋にこもってたいけどね。父さん、僕と君、気が合いそうじゃん。そうだな、やっぱり休みは部屋で趣味を。いや、なんでいるんだよ。あ、ソフィアちゃんに乾杯したハルドラだ。嫌な覚え方するなよ、異質姫がおかしいんだよ。それで不法侵入までして何の用ですか？いや、ちゃんとノックしたぞ。ハルドラです。トトさんのお部屋でお間違いないでしょうか？お返事がないので勝手に解除して開けちゃいますね。わざわざ2回もノックしたのに。やってることがせこい。看板によくある大事なことを小さく書いてるあれ。それで、わざわざ不法侵入までしてどんな用件で？ああ、天の江隊長から防衛軍用の IC カードを4人分持ってくるように言われてね。防衛軍の経費にするつもりなのか。普通は使用だからダメだけど、悪心教襲来の可能性ありのため、業務として成立する、と強行突破されたらね、僕でもどうにも。悪心教の名前を異様に使ってんな、ほうかさん。それじゃあ僕は帰るわ、こう見えて僕も忙しいんだ。以前の件ですか？そうだな、今回の件は君主クラスが動いてる、本来なら僕すらも関わるのを禁止されている案件だ。だけど、今回の件はちょっと僕自身気に入らなくてね。気に入らない？いや、確証はまだないんだ。だけど言っておく。どうもその君主はいろんな姿を持つらしい。当然僕にだって、君にだって。守りたい人がいるなら肌身離さないことだね。じゃないと気づいたら偽物が混ざって、本物は死んでるかもしれないぞ。もう、俺の今回の隊員も半分が死んだ。ハルドラさん。もうお前らは目をつけられてる。気をつけておけよ。悪心教は単純な強さでどうにもならないから怖いんだ。ただ強いだけで制圧できるなら僕が全部やってる。あれから状況が良くないのかな？校舎クラスのシェアーネさんで私は勝てないと思った。実際スイスの時に出会った校舎クラスには生死をさまよう羽目にもなった。君主なんて、私たちで勝てるのか？とりあえず月下はメリアのところに行ったら、私も準備できたらそっちに行くから。そうだな、俺も行かないといけないんだった。月下、急いでメリアのところに行くぞ。わかったわ。ということだから月下ちゃんに向いていると思うんですよ。なるほど、確かに可能かもしれませんね。ですがバリエーションは。いきなり何十種類も無理ですからね。基礎から行きましょうか。あれ、私来たのだけど。待ってましたよ。出発まで残り1時間、その間に新からたくさん教わってください。月下様は私と同じ色のソピラノス愛を持っているらしいので、それも含めてしっかり教えますね。教えるって？言ったでしょう。今日から私が月下ちゃんを専属品にふさわしい器になるように育てます。頭脳は問題ないので、実力の分野ですね。月下様が主様と共になる。そのためなら私も頑張りますよ。よろしくお願いします。では私はご主人たちのところに戻りますね。明日の試合に向けて勝ち残っている人たち全員に柵とその練習をさせないといけないので。そっちも頑張ってね、メリア。頑張ってくださいね、月下ちゃん。期待に今度こそ答えてみせるわ。さて、それでは時間がないので、早速学んでほしい技術を先に見せますね。はい、またよろしくお願いします。まず、基本的に体を全て能力で動かします。ポイントは体全体にオーラをまんべんなく流して、いつどこでも体の一部に能力を付与できるようにするのです。構えてください。やっぱり早い。さて、月下様、まずは私に攻撃をしてください。わかった。どうですか？いや、ただかわされてるだけだけど。そうですね、実はこれ、全く私は体を動かしてないんですよ。能力を使って自分自身の体をコントロールする、それらを本能的なところまで持っていけば、避けることを考えずにじっくり相手を観察して、考察ができる。実はわかるけど、かなり難しいですよね。もちろん、それができてやっと技ですから、そして回避を自動化できるということは当然攻撃も自動化できるということです。つまり、攻撃と回避を自動化して、その間に策を練る、そして能力で相手を貫通する、それが月下様の戦い方の基礎です。と言われてもしっくりこないのだけど、
では攻撃と回避を含めた戦い方を見せますね。結果様に痛い思いはさせませんので、遠慮なくしっかり目で見てくださいね。痛くない？今自動で全部攻撃しています。そして隙が生まれたらカウンター食らわせる。目の前にいたのに。今絶対に当たったと思いましたよね。ですが、それらも能力で体を制御すれば急停止の反動が0で済み、即座に別の行動も起こせます。もっとバリエーションを増やせれば、体の骨の関節を全て柔らかくして再現不可能な体術を作ったり、体の一部を液状化して攻撃を吸収したり、逆にゴム状にしてそのまま反撃したりと、極めれば極めるほど楽しい技術になりますよ。どうですか？すごいけど、私はどの能力を使ってそれらを再現すればいいの？そうですね、創生支配から作ってみましょうか。自身の体に創生を付与したり外したりと。実は創生支配あまり得意じゃなくて、月下様はおそらく物をイメージするからダメなのです。物だけを作るのは創造支配。物や現象にとらわれないのが創生支配。あらゆる物を作る能力なのです。そしてそれに必要なのは知識と強いイメージ。それらが存在するために必要な構成仕組み、これをしっかり当てはめれば使えますよ。すごい、何でも知ってる。能力の究極系、真、この1時間で創生支配をある程度使えるようにしましょう。コツさえつかめば、扱いやすい能力ですからね。よろしくお願いします。すごいな、真は。月下と真は相性がいいんだろうな。私と主様が一番相性がいいのと同じだ。主様が真の戦い方を真似てもおそらく今より時間がかなりかかるだろう。主様は赤系統の象徴の技術を身につけていくのがいいんだ。ああ、寝る、今日は時間いっぱい頼むぞ。私は今日は指導だけだ。一オーラを真に渡したせいでな。月下ちゃん、旧知真司が私と同じように1週間のデスペナルティで力や能力が一切使えない状態なのは聞いてたけど、昨日の今日でもう前に向いて進んでる。そうだよね、私はケインさんや月下ちゃんの思いを継いでいるんだ。たとえ力が出せなくても情けない試合をするわけにはいかない。私もできることを全部出して月読みさんに挑むんだ。さて、私たちも気合い入れますよ。月下ちゃんの次の相手は東野さんです。なので私が近距離戦の相手になります。わかったわ。バハートさんはエミエルとの力の使い方を二人で話し合って調整してください。わからないことがあれば答えますので、まずは私の力になれるところだね。バハート、せっかく得た力だしね、遠慮なく使って私のものにしてみせるわ。メリアちゃん、ソフィアちゃんはいいの？ソフィアはいつも通りでいいんです。むしろバハートさんがソフィアを倒してくれたら、あの子も多少やる気を出してくれるかもですね。正直、エミエルがどこまでやれるか見ておきたい。ソフィアは賢いですからね。ただ強いだけでは絶対に勝てませんよ。エミエルの勝ちはバハートさんの勝ちそのもの。この試合であなたたちの対応を考えさせてもらいますよ。カナデさん、気をつけてくださいね。はい、私のわがままで皆さんにご迷惑をおかけするのは心苦しいですが、私も一度でいいから親に会いたいんです。だからせめてしっかりと目的を果たしてきます。応援してます。頑張ってくださいね。さあ、時間よ。みんないるわね。聞いてると思うけど目的地は三重県。かなでさんに合わせて電車で向かうわ。ファルドラ君から防衛軍の IC カードはもらってるわよね。しっかり持ったよ。昨日知ってると思うけど、かなでは一度誘拐未遂があったわ。もちろん今回も危ないわ。首謀者がいるという情報がある以上、昨日よりも格上が襲ってくる可能性があるわ。言っておくわ、カナデの護衛と一般人の保護が最優先。それを忘れずに動いてちょうだい。三重に行って、無事ここまでカナデを送り届ける。私の命にかけてそれだけは果たすわ。放火さん、ありがとうございます。任せてください、今度も全員無事戻りましょう。放火さん、私は守るのは得意だよ。それに里に託されたからね、絶対に成し遂げるよ。さあ、三重に行くわよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。